これが天なり命なりとは情けなき次第なるも、今更誰がいいの悪いのと言っても始まらぬ話なり。個人としての意見と正確に正反対の決意を固め、その方向に一途邁進のほかなき現在の立場は、まことに変なものなり。これも定めというものか。めっちゃ過酷なもんじゃ。失礼します。作戦の概略がまとまりました。空母6隻、艦載機約350機を中心とする大機動部隊は、一旦択捉島ヒトカップ湾に集結し、太平洋を東進、しかるのち一挙に南進し、ハワイ真珠湾沖200海里まで進出。艦載機による雷撃、水平爆撃、急降下爆撃によって真珠湾を攻撃、停泊中の米太平洋艦隊を壊滅させます。しかし冬の北太平洋は大荒れではないのか。そこに敵の油断があります。補給はどうする。洋上補給の方法を現在改善中です。攻撃方法にも問題がある。真珠湾の水深は12メートルしかない。魚雷を落とせば海底に突き刺さってしまう。先進度安定器を装着した魚雷に実用の目処が立ちました。あまりに大博打すぎる。やはり軍令部の当初からの作戦通り、南方の油田地帯を抑えることを優先すべきだ。その南方作戦に集中している間に敵の機動部隊が日本の本土を空襲してきたらどうする。それはこの作戦は爆死ではない。万が一アメリカと戦うとなれば、まず初戦で戦わなければならないのは空母だ。機動部隊を自由にさせれば、暴走機に敵の飛行場があるのと同じだ。本土の空が危ない。アメリカが建造中の艦艇は200隻、それに対し我々はあと3年かかってせいぜい30隻が精一杯だ。どうしても戦わざるを得ないならば、全滅の覚悟を持って海戦壁と敵主力艦隊を猛撃撃破し、米国海軍及び米国民をして救うべからざる程度に、その士気を粗相せしめ、そして一気に講和に導く。早期講和、これ以外に日本が生き残る道はない。差し違えてでも敵の全てを叩く。これはもう失敗すれば国は滅びる。ハワイ作戦は私の信念だ。